ホーカーホットスパーホーカーホットスパーホーカーホットスパーはボールトンポール射精反動力式銃刀を装備するようにホーカーヘンリーを再設計したイギリスの戦闘機である。本機はホーカーデモンを代替する動力式銃刀を渋そうとする A 航空省の要求仕様 FQ-35 に応じて設計された。ヘンリーと同様の手法でホットスパーは 標準仕様のホーカーハリケーンの外翼パネルを流用していた。1937年に製作が始められた試作機 K8309 はボールトンポール射精背面銃刀の4連装303インブローニング M1919 銃機関銃と機種に一丁の303インビッカース銃機関銃を装備していた。試作機の完成は1938年までずれ込み、 その時点では、競合機のボールトンポールデファイアントは、すでに飛行していた。ホットスパーの試作機は、重刀の木製モックアップと武装と同等の重量のバラストを搭載して1938年6月14日に初飛行を行った。ホーカーエアクラフト社がヘンリーとハリケーンの生産を引き受けた時点で、ホットスパーの開発計画は破棄された。試作機から、 モックアップの銃刀は取り払われ、コックピット部に整形多いが取り付けられた。アブロ社での生産を計画した要求仕様17、36は破棄され、銃刀が取り払われた、試作機は1942年までライフアンボローで、フラップやダイブブレーキといった種事の試験に使用された。武装を装備しない状態のホットスパー試作機の3面図。 ォーカーエアクラフトシンス1920ありがとうございます。